ドアース大谷氏翔平の元通訳、水原一平氏が引き起こした違法賭博問題。ことのいきさつをつまびらかに見ていくと、代理人、危機管理担当、広報担当を含む大谷翔平サイドはすべて水原氏一人を通じて大谷翔平とコミュニケーションをとっていた。違法賭博の胴元への送金の重大性を全く認識していなかった時点で論外だし、水原氏だけの話を鵜呑みにしたのもお粗末だ。日本語を話せる別の人物が大谷翔平に状況を説明し、話を聞いたわけでもなかったのだ、前編から続く。さらに大谷翔平サイドはその翌日、水原氏が嘘をついていたと主張。大谷翔平の弁護士が、大谷翔平が大規模な窃盗事件の被害者であることが判明した。この問題を当局に提出しますと声明を発表した。水原氏も前言を撤回、大谷翔平は借金のことも、それを返済したことも知らなかったと、これまでの発言を180度変えた。そうやって大谷翔平サイドが短期間のうちに主張をひっくり返したことが、水原氏の一度目の発言はかなり具体的だったが、それでは大谷翔平がやばいと気づいて話の筋を逆転した、などの疑念を生んだ。大谷翔平が会見で話したことが事実なら、普段から水原氏以外の人物を通じて大谷翔平とコミュニケーションを図っていればここまで問題がこじれることはなかったはずだ。いずれにせよ、今回の賭博スキャンダルは、単なる通訳の不祥事では済まない。米紙 USA Today は、大谷翔平のブランドやイメージにダメージが残るかは定かじゃない。大谷翔平が水原氏の賭博を知っていたことが明らかになったら、コミッショナーには罰則を科す権限がある。もし、大谷翔平が罰金の処分を受ければ、彼の評判は落ちるし、ワールドシリーズ優勝を狙うドジャースに水を差すことになるのは確実だ、と報じている。本来は選手を守るべき代理人であり、チーム大谷翔平が騒動を大きくし、結果として大谷翔平が火の粉を浴びることになった。そもそも、嘘つきの水原氏におんぶに抱っこだったのは大谷翔平本人。ある意味、自業自得とはいえ、機能不全のチーム大谷翔平が米メディアに無能を呼ばわりされるのも当然だ。大谷翔平に米メディアが同情、常に傍らに寄り添っていた水原一平という従者がいないと、堂々としていないように見える。ドジャースの大谷翔平選手は25日、日本時間26日、ドジャースタジアムで水原一平氏の違法賭博疑惑について声明文を発表。賭博に関与したことはなく、水原氏に口座から金を盗まれ、嘘をつかれたと語った。大谷翔平の通訳を務めていた水原氏は20日、チームを解雇されていた。米スポーツ専門局 ESPN は27日、大谷翔平、賭博スキャンダルのスポットライトに照らされ、一人でポツンのタイトルでスーパースターの孤独を同情的に伝えた。水原氏がいない大谷翔平を想像するのは難しい。常に傍らに寄り添っていた従者がいないと、大谷翔平の存在感は薄れ、体が小さくなり、堂々としていないように見える。それはまるで、大谷翔平が完全な偉大さを身にまとうためには、水原氏の恒常的な存在を必要としていたかのようだ。とにかく優れた従者でいるには、特定の振り付けが存在していた。水原氏は常に大谷翔平の4歩後ろを歩き、大谷翔平のリュックサックを背負い、大谷翔平の水のボトルを手にしていた。邪魔者を追い払えるくらいには近い距離で、そしてオーラを放つ偉大な男が息をつけるくらいには遠くにいるためのように。外からは、水原氏があらゆる雑事や潜在的な障害を取り除き、そして偉大なるものは野球のことだけ考えていたように見えた。水原氏の恒常的な存在は大谷翔平の天賦のユニコーンぶりを証明するものであり、あまりにもそうだったからこそ、今彼が一人で歩くのを見るのはがっくりくる。唯一無二のユニコーンにとって、救いは結婚により日々の孤独が薄れることだろうか。
そんなことはしたことがない。大谷翔平は完全に騙されていた。水原一平元通訳が明言、刑事告発に。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手は、水原一平元専属通訳が違法賭博に関与したとして調査を受けている。開幕戦後に疑惑が発覚して約1週間が経つが、未だに波紋は収まらない。米メディア、ドジャーブルーのセバスチャン・アブドン茨城記者が言及した。25日、日本時間26日に大谷翔平は記者会見を開き、野球やその他のスポーツで賭けをしたことはなく、誰かに代行してもらったこともないと主張している。そして、水原氏が自分の口座から金を盗み、メディアに嘘をついていたと述べた。メディアが大谷翔平の代理人にスポーツ賭博に関与している可能性について問い合わせたところ、水原氏が大谷翔平に代わって彼は借金を返済したと語った。メディアが水原氏に対して、大谷翔平に意図的に誤った情報を伝えたことがあるかと尋ねると、いいえ、そんなことはしたことがありませんと水原氏は答えている。茨城は、国税庁も水原を調査しており、刑事告発につながる可能性もある。とりあえず、大谷翔平は法的にも MLB からも問題はなさそうで、現役続行を表明している。また、捜査が続いている間は警察と協力すると明言している、と言及した。